高安寺は東京都府中市片町にある総統州の寺院である。会期は室町幕府初代将軍足利尊氏であり、室町幕府によって武蔵区に暗黒寺として位置づけられていた。なお、江戸時代初期までは臨済州の寺院であった。寺の随所に古札としての面影を残すなど、多摩地域を代表する寺院の一つである。平安時代に藤原秀里が 武蔵国府近郊に置いた館を市川山検証時に改めたのが始まりとされる。平家滅亡後に鎌倉入りを許されなかった源義経もこの寺に立ち寄って武蔵坊弁慶が大般若境を書き写したと言われている。ここは武蔵国府の近くにあり国が後廃後にはここが重要拠点とみなされるようになり南北朝時代には新田義貞が 奪い瓦の合戦で本陣を構えている。これら一連の戦乱によって、寺が炎上するなどして賢章寺は荒廃してしまった。そこで、略応年間に入ると、足利高氏が、県庁寺の大統領禅寺を解散として、招き臨在州の禅寺に、改めて再興した。この際、高氏が進めていた、暗黒寺の一つとしてこの寺を位置づけ、名称も、高氏の救命から、 龍門山高安五国全寺と命名された。これによって高安寺は室町幕府の保護を手厚く受けて、一時は達中十、松寺七十五と称されるほどの大寺院となった。だが、それは同時に室町幕府は鹿がし、あるいはその指揮下にあるとされた鎌倉久保の影響力を深く受けることとなり、軍事拠点としての色彩を帯びることとなった。英徳元年。 講和元年には、小山義政討伐に向かう、第二代鎌倉久保、足利氏光が、続いて、大永六年には、大永の乱に呼応して、将軍、足利義光打倒を図ろうとした第三代、鎌倉久保、足利光兼が、それぞれ高安寺に陣を置いている。この状況は、第四代鎌倉久保、足利持氏の代にも変わらず、大江三十年に、 日立国の小栗光へ討伐の木とに高安寺に入りここに仮の成長を置いた。だが翌年には失火による消失を招いてしまい再建を行うことになった。そして影響11年には関東官令上杉のリザ討伐のために持ち家が再び高安寺に陣を構えた。ところが持ち家の反爆不適姿勢に豪を煮やしていた当時の将軍。 足利義則が持ち氏討伐を命じたことを知り急遽鎌倉に引き上げることになると時はすでに遅く鎌倉は陥落して持ち氏は滅亡することになった。逆に後世元年に行われた再度の部河原の合戦では第5代鎌倉久保を足利重氏が籠もる高安寺に攻め寄せた上杉軍を重氏が打ち破っている。 その後もその地政学的条件から、上杉氏、後北条氏などによって、軍事的に利用されることも多く、たびたびの戦乱で衰退、荒廃した。江戸時代初期には、海前寺の末寺に入り、宗派も総当宗と改めた。現在の本堂は、官営元年に火災に相承出したものを、今日は3年に再建したもの。本堂正面には、当寺院の見額があり、これは、 回帰となった、足利高氏の法仕名である。明治5年に建てられ左右に、二王像を排する三門、安政三年に建てられた首郎と共に、東京都選定歴史的建造物に選定されている。東京都府中市片町二丁目四番地の一、京王線、JR 南部線部外河原の駅より徒歩7分。ありがとうございます。